はい、どうもー、はい、楽しいおいしいご飯のでか楽しいおいしいご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。いやいや、楽しみですね。ほい、出来上がりましたよ。どうですか、これ。パッと見わかんないでしょ。まあ、タイトルにつけるからわかると思うんですけど、どうですか、これ、これです。ホッケだらけ。大ホッケのホッケだらけチャーハンでございます。ネギもたっぷり入れました。ありがとうございます。そして謎肉キムチカップヌードル、謎肉キムチ、キムチが効いた辛うめえ最強スープでございます。これもだいぶ前に我が家に来て、出番待ちをしておった品でございます。あ、ですね、その前に本日こちらでございますから、そう、ありがとうございます。レモンいきます。あ、です。あっしゃ、いいぞいいぞ、ほらいいぞ、こりゃいいぞ。はい、行ってくだせえな、行ってくだせえな、じゃない、行ってくださいね。はい、はい、行きますよ。はい、乾杯です。何年か、よし、今日もいい炭酸だ。今日もいい炭酸です。3分経ったかな、ちょっとだけ見てみましょうか。これこっち置いて、いや、こっちでいいやちょっと待ってください。いい香りだね、いい香り。あ、もういいかな。よし、混ぜちゃいますね。ちょっと待ってくださいね。謎肉キム、これはもう、ちょうどいいんじゃないの、ちょうどいいんじゃないの。ごめんなさい、大きい声出しちゃいました。まるで船で、この間散髪屋で、あ、ニラもたくさん入ってる。散髪屋でこの間出会ったあのおじさんのように、でかい声出してしまいました。ちょっとその話しようか。ちょっと待ってくださいね、食べてからね。よし、はい、もう一回どうぞ。謎肉キムチ、中は混ぜたからよく分かんなくなってると思いますけど、こうです。謎肉入ってます。行儀悪いですけど、ごめんなさい。さして、改めましていただきます。口の中冷やします。いや、これもめちゃめちゃ楽しみだけど、ちょっと待ってね、くださいよ。あー、謎肉いっぱい入ってるね。これいつ頃だったんだろうな。汁からいっちゃおう。あ、ちょうどいい。激辛とか書いてないもんね。キムチが効いた辛うめえさ。あ、辛い。あ、来た。辛い。でもちょうどいいです。あ、激辛じゃないです、大丈夫です。あー、いいね。ほらね、カップヌードルのこの麺ですよ。頑張りすぎてないこの感じ、これが謎肉です。汁美味しいな、ちょうどいい辛さでちょうど美味しい。本当に、あ、熱いね、胃が今こう来てるね。ああ、うん、思ってたよりもニラもたっぷりだ。キムチも、謎肉も、いや、待って、これすごい美味しい。どうしましょう、どんどんいっちゃう。熱い、どんどんいっちゃう。いきましょう、ホッケだらけ。じゃあトマトいこう、トマトいきましょう。いいトマトなのよ。安いのにいいトマトなの。
当にありがとうございます。生産者の方々ありがとうございます。あ、またこれ出したらキリがない、言い出したらキリがない、うん、いろんな方々、うん、うん、よしだ。ああ、ホッケもでかいよ。ホッケもでかいよ。ホッケだけいってみましょうか。ちょっと見ます、もう一回見ます。こうですよ、パラパラっと。ネギもたっぷり使ってますよ。ホッケでます。うん、うん、やっぱホッケ美味しい。卵2個です。ホッケもこんなでっかいの丸ごと入れてますからね。あ、米はもち麦、米はもち麦ご飯。それももち麦かなりの量が入ってる。うん、あ、いいよ、しめじもいいよ。で、もう、あ、いいな。ホッケにしっかり味ついてるから。うん、こんなたくさん味付けしなくていいだろうと思って、醤油も入れてないし。この間これ焼いて同じホッケですけどね、焼いた時油の量がすごかったから垂れてくる。じゃあ油も泣いた、油もいらないだろうってことで、油も敷いてないです。それでも上手にできて、卵2個です。あ、いったか。味もちょうどいい。うん、ただ塩コショウだけはやりましたよ、パパパッとね。うん、で、ホッケは皮ごと入れて、うん、うん、うんね、うんね、うん、あ、してきた。はぁ、ちょどんどん吸っちゃうから先に麺食べちゃおうか。そう、だからその散髪屋であった おじさん、お父さん、先輩の話ですよ。びっくりしたね、あの人は。あなた、ほんとびっくりしました。何にびっくりしたかって言うと、あのね、まあこの時期じゃないですか、この時期、緊急事態宣言入る前の話ですよ、今回の。でもみんな注意してるこの時期じゃないですか。しかし美味しいな。マスクしてるじゃないみんな。でもそのお父さんはね、顎マスクだったんです。顎マスク、顎マスクでね。いや、美味しいわ。で、その散髪屋さんに入ってくるやいないや、こんにちは、ごめんなさい、でかい声出しました。こんにちはーって、でっかい声で、こんにちはってこんな発音良くないですよ。あの、もっとお似合ったじゃんね、うんどいーみたいな、うんどいーみたいな感じですよ。もうちょっと高かったか、あんないみたいな感じです。もっとしゃがれてんだけど高い、あんの詳しく言わなくていいか、しゃがれてんだけどちょっと高い感じの、だだいーって入ってきたら、こうマスターというかその店主の、あれ店主はマスターでいいの、いいんだよね多分ね、お知り合いというか常連の方なのかなと思ってたんですよ。
分元気のいい方入ってこられたなと、お知り合いかなんかなんだろうなと思ったんですけど、その人入ってきて、僕ちょうど一人でやられてるとこなんですからね、僕の前のお客さんがちょうど終わられたタイミングだったんですよ。はい、来て来て、で片付けして用意を始めてるわけ、用意を始めるわけ、片付けしてるわけですから。で次の準備、僕の準備とかして、で少々お待ちください、ちょっと待ってくださいねって僕に言って、でマスターは準備しながらちょっと裏の方に行ったんですよ。そしたらその後から入ってきたその元気のいいお父さんが、んで感じた65ぐらいですよ、65ぐらい多分。その元気よく行って二席ぐらい開けて横に座ってからね、バカ野郎っつって、どこ行ってんだバカ野郎この野郎って言い出したんですよ。でっかい声だよ、でっかい声で、その散髪屋のお父さんに対してね、僕にじゃないですよ、僕はずっといるから、僕に対してどこ行ってんだこの野郎とは言わない、見えてるはずだからね、バカ野郎この野郎、どこ行ってんだこの野郎、でっかい声で、ちょっと待ってくださいねっつって、もちろん僕にだろうけど、あの二人に聞こえるような声ぐらいの発声でおっしゃって、裏の方にねちょっと下がった、何やってんのこの野郎、もういなくなった、その目の前から見えなくなった瞬間ですよ、どうやってんのこの野郎、いやいや、そんな大声で騒がなくてもいいじゃないと思ったんですけど、何回か言ったと、じゃあ電車がなくなっちゃうんだよ、この野郎つ、電車がなくん、電車の時間があんだよ、この野郎つ、電車だな、電車つって、まだも大きい声で騒いでるもんだから、じゃお一人でやられてるんで、次、僕じゃないですか、いや、参ったなと。これはもうさらにややこしいことになってくんじゃないかなと、どうしようかなって考えてるときに、その店主マスターが、すみませんね、あの一人でやってるもんでそんな急ぎではできないですよと、そんなすぐはできないですよつって、じゃあお客さんいらっしゃいますんでつって、順番でやりますから、もう少しお時間かかりますけどどうしますかって、丁寧にですよ。そしたら、切るに決まってんだろ、やらに決まってんだろ、やらに決まってんだろ、どっちが来てほしく来てんだよって、そりゃそうですよ、焼き鳥食べたくて、散髪屋さんに来るって人はまあまずいないでしょね、ハンバーガーとチキンナゲット食べたくて散髪屋に来たって人はまあまずいないでしょ。いや、そりゃそうです、こっちは切ってもら、切ってほしいから来て、切ってもらいたくて来てんだこの野郎、だってあんな怒ることないやんね、え、うん、もうあれだったらどうぞお先にどうですかって言おうかなと思ったりもしたんですけど、そしたらまた、だからさっきの話じゃないけど、もっとややこしくなるかなと思って、今のところ店主対そのお客様で全然常連でも馴染みでもなかったんですよ。
お客様の構図なのにそこに僕まで入ってきたらねえおかしくなっちゃうと思ったから。まあいいやと、ここはカーカレー、ここはもうおとなしく僕の方が先にやってもらって、まあそんな難しいあれじゃない、まあ技術あれ、あれです、素晴らしい技術で僕大好きですけど、そう、それでパパッとねやっていただいて、その方がいいだろうなと思ってやっていただいた、やっていただいた、僕がやってもらったわけ。そして終わって、あ、どうもありがとうございましたって服着て、あ、上着バッグ担いでしてやってる間に、お客さんどうぞーつって、次のお客さん、さっきその騒いでたお客さん、お客さんどうぞーつって反応ないんですよ。お客さんどうぞー、反応ない、あれと思ってこうやって見たらね、もう完全に寝てんね。寝てんの、さ4回目か5回ぐらい、お客さんどうぞ、お客さんつってやっと当たり前だろこの野郎、これ嘘じゃないんですから、当たり前だろこの野郎ってどういうことなの。完全に急いでる、酔っ払ってたわ多分な。僕はそんな、特にこの時期は鼻が効く方じゃないんで、わからなかったですけど、もしかしたらアルコールをもうね摂取して注入してきた状態だったのかもしれんね。顔もちゃんと見ないようにしてたからさ、どんな感じかわからなかったけど、パッと見た感じが65ぐらいかなって思ってるだけで、お客さんどうぞ45回目でやっと当たり前だもんね、当たり前だこの花ってどういうこと。まあまあそうか、僕が行ってその次に並んでたから、俺の順番は当たり前だこの野郎なのかもしれないけど、たまげたね。でも大変だよね、ほんと居酒屋でもコンビニでも、スーパーでもどこでもそうだけどさ、いるんだよ、うん、お客様は神様ですみたいな人がね、そうなんですよ、俺が、私が神様だこの野郎みたいな。本当に大変だと思う。中には店員さんにもいるんですよ、そういういろんな人が、周りも話かもしれないけど、とある場所のとあるコンビニの店員さん、多分僕のことを知ってて僕のことが大嫌いなんでしょうけど、見てたら周り前の人とかにはしっかりこうやって袋に丁寧に入れるけど、僕が行った時だけ、まあ、一回この袋の中に大げさじゃなくてこうやってちょっとスナップ効かせるぐらい、こうやってちょっとふんじゃないですよ、ちょっとスナップ効かせるぐらいでこうやって全部いるから、なんて言ってもまたややこしくなるだけだと思うから、言ってもいいんですよ、ちょっとお願いしますよと言ってもいいんですけど、ややこしくなるだけだから、もう二人、店員さんが二人とかいたら、どうか、どうか、どうかっていうのは方言の方のどうかだ、お願いだからって感じ、お願いだから今日の会計の時の順番はあの人にはならないでくれよと、あの人にはならないでくれよと、そう思うと当たるんだよ、そう思うと当たる。で、お店の外からこうやって歩いてて、あ、今日大丈夫だなと思って、あ、あの店員さんいらっしゃらない、いらっしゃらない、そう、いないなと、よし、じゃあ入ろうっつって行って会計しようとしたら中から出てきたりするから、監視カメラで見ててわざわざ
このスナップのためにやろうと来てるのか分からんけど、もうだからそういう、もうそのお店では見えても見えなくても柔らかいものとかはもう買わなくなりましたよ。それ柔らかいもの、あのデザートみたいなのとか買ったらもうぐっしゃんこになりますからね。もうやがて行かなくなりましたけど、遠回りしてても行かなくなりましたけど、でも本当大変だと思う店員さんは。まあ見るだけで C も完璧、よし、ああ謎肉キムチ、これめちゃめちゃ美味しかったな、めっちゃ面白かった、面白かった、ホッケだらけのチャーハン素晴らしかった、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ガンボアチャード。